今回ご案内差し上げるタワンリゾートですね、ゾウのいる村はこんなね山奥の、中腹にあります。そして、チェンマイ国際空港からはこんなイメージで行っていただければと思います。どこ行く？いで。はい、なんでお前は何しに来たんだ。もう一匹来たよ。あれは誰だ、レオか。レオ。レオレオ。おいでおいで。おいで。レオじゃないのかな。もう一匹いるんだな。バイクルーノがいるかどうかわかんないぞ。また来た。あんた誰なんだレオだな。おいレオ。サンちゃんがいねえな。ちょっと蚊がいるな、ね、ちょっと蚊がいる。よいしょ。あ、追い張ってあげたな。大丈夫か。お前の目線でゾウさん見る。朝ごはん食べただろ今日。あんたたちだよ、ごはんあげたの。CB なんとも絵になってる。おいで、おいで。なんかこうついてるぞ。おい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 。気持ちいい。サンちゃんどこ行っちゃったんだろうな。おいで。何してんの。ビジェ。あんたたちはそこにいんの？
あんたもずいぶんお腹白いね。あんたもお腹白いね。はい。シビ。シビシビ。はい、シビ。はい。よいよいね。シビシビ。はい、よいよい。よいよいね。ここは黒猫ちゃんがいっぱいいるね。シビ。この子の名前はシビー。行こう、よし行こう、おいで。シビ行こう、おいでおいで。おいでシビ、歩こう一緒。今ね、一匹黒あそこにも乗っかってるんだよ。ここにも一匹いるんですよ。その時である。いた、サンちゃん見つけました。これがうちのサンちゃんです。あ、女の子だ、サンちゃんだ。おいで、サンちゃん。おいでサンさん、サンさん、サンさん、サン、よいしょ。結構下はね、こんな感じで。おこんな感じだね。あ、そっちにもゾウさんいるんだね。入り口になりますね。ここからあの橋を渡っていきます。さっき雨降ってたんでね、ちょっとあまり取れなかったんですけど、結構あれだね、多分こういうので来てる人もいるんだね。ツアーで来てる方は、これ多分ツアーでね。何頭いるんだろう、ゾウ。結構いますよ。10頭以上いると思います。こっちもちっちゃい小ゾウさんがいるね。かわいいね、ナラック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 、いこね、ナラック、ナラック、うん、サラディカー、サラディカー、ナラック。ナーラック、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 サワディーカー、おいで、こっちおいで、ナーラック、ナーラック、チビちゃん、チビちゃん、おいでおいで、ナーラック、ニーニー、ニーニー、ちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん。ああ、ダメだよ、それ食べちゃう。
かいいの？かいいのか。すごいね。書いてるの？耳の中書いてるの？こんな感じで、上がお部屋、下が朝ごはんですね。一緒に朝ごはん。それから川遊び。そしてインジャングルですね。それからバンブー。これはあれだね。川下りだね。こんな感じでいろんなのがありますね。あ、これがインフォメーションね。これはウェイクアップ。あ、川遊びがこれだ。そっか、1500バーツぐらいはするんだな。これは安い。一番関係ないっちゃ関係ない。いろいろこう、行けたりするのもあるんですね。これが一番高い山ですね。1500m ぐらいつきましたね。あ、これはあれか。一番高いやつが 2500m のところ。2565m ですね。あ、また戦ってるのかね。アクティビティだけで来られる方もいるんだね。夜はね、こんな雰囲気ですごいですよね。虫がキュンキュン鳴いて、こんな感じでね、夜中に水かさが上がって流されちゃったらどうしよう。こんな感じで、サディカー夜はね、ナーラックな、ナーラックマークな子が目にね、うん、こんな感じで満天の星空だよ。ということで、今夜もチャンビールをいただきますそしてチョンゲオですね。チョンゲオ、アロイマこの感じですね。どうですか、このゲロゲロの鳴き声。最高。ウェッウェッって言ってる。目玉焼き好きがいいね。そしてこちらがね、今日はチキンステーキのソテーにします。いかがでしたでしょうか。今回の動画ではゾウのいる村というよりも猫のいる馬、たくさんいる馬じゃないや村、タワンリゾートをね、お送りさせていただきました。ぜひ皆さんもね、デジタルオフの時間ができましたらこちらにね、遊びに来ていただくと、ちょっとしたね、自然に囲まれた、これ大自然じゃないからいいと思います。ということで、ぜひチャンネル登録をして、次回ね、ゾウさんのご飯とゾウさんの歴史なんかもね、ちょっとお話ししたいなと思っておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてお待ちください。そしてこの動画なかなか良かったぞということでございましたら、グッドマークの方もよろしくお願いいたします。それでは長い時間ご視聴誠にありがとうございました。ぜひチェンマイにね、遊びに来てください。バイバイ。またね。